これはこれは、チームドン・キホーテへようこそおいでいただきました。いつもチームドン・キホーテをご視聴していただき、ありがとうございます。私、チームドン・キホーテのナビゲーター、森田芳雄でございます。さて、今回のお話は、バンク版レッスン。とある地方銀行で、毎年恒例の防犯訓練が決行されようとしております。毎年何事もなく終わっていた防犯訓練ですが、今回は少し様子が違います。行員たちが妄想に妄想を膨らませ、あたかも映画のワンシーンのように銀行内で銃撃戦が起こるのではないかと期待に胸を膨らませております。そんな行員たちが今か今かと銀行強盗犯を待ちかねているのです。さてさて、どうなることやら。それでは、バンク版レッスン、皆様とご一緒にお楽しみくださいませ。なんか、なんだよ。なんていうか。なんていうか。つまり、その。だから何？あれね。何言ってんだよ。だから。だから何なの？わかるでしょ？何が言いたいのか。何にも言わないのにわかるわけないじゃないかよ。そりゃそうだけど。妙な気持ちがする。なら初めからそう言えばいいじゃないかよ。そうだけど、そうなんだけどね、言葉にするのが難しい。そうなのよ。確かに不思議な感覚だよね、こういうのって。でしょ。どう。ああ。何？ああって。ああは、ああだよ。どういうことよ。いちいち聞くなよ。拳銃かな、やっぱり。何？だから、拳銃かな、その、あれは。まあな。一番オーソドックスよね、拳銃が。撃つかな。それ、拳銃っていうのは、一応撃つためにあるわけだから。撃たれるかもね。撃たれたら痛いんだろうね、きっと。そうね。すっごく痛いわよ、きっと。死なんかもいっぱい出たりするんだろうね、きっと。そりゃ出るよ、なんたって撃たれるんだから。どのくらい出るのかしら。どこがいいかな。それはまあ場所にもよるだろうけどね。どこがいいかな。何？だから、どこを撃たれたら一番撃たれたって気になるものなのかな。撃たれたね。っていうのはやっぱり足じゃないかな。足か。うん。肩なんかも捨てがたいじゃないかしら。うんくらいじゃまだまだ。やっぱり撃たれるんだから、こうグワーだよ。グワーグワーグーグフーなんてのもどうかな。なに？だから。それどこを撃たれるわけ？グフだから。グフ腹か。腹か。お腹は様子といた方がいいわよ。なんで？なんでって。
取ったって私肩打たれるからもし打たれるとしても丸山くんは他のところにしてよね。へ、なんそんなのってあるかよ。ありよ、早いもん勝ち。いいじゃない、丸山くんはどいてーがあるんだから。グッフだったよ。あ、そうだっけ。そうねてね、さゆくん、あのさ、うん、私のグッっていうのをあげるから、うん、代わりにあなたのグッハーっていうのを私にくれない。やるよ、グワハー。でもあれーでもあれーね、ちょっと様式的な言い方かもしんないけど、女っぽくて結構いいかもしんないわねー。これもくれる？やるよ、なんでも。サンキュー。なあ、俺たちどうすればいいのかな。何が？だから、もう何やってんの、お前。だから、なんて言うんだろう。これから、こう、あーい！ふぅって来るわけだろ、これから。そしたら、俺たち、どんな風に、こう。あ、リアクションってこと？あ、そうそう、それ、リアクション。それはな、やっぱりびっくりするんじゃないのかな、くんこなあ、びっくりするんじゃないのかな、来たら。え、あ、当たり前じゃない、そりゃびっくりするのよ、ね、でも、びっくりするって予想しててびっくりできるものなのか。まあ、そう言われればそう言えなくもないけど。そうなの。え、予想していると、ね、びっくりできないものなの。まあ、そうとも限らないだろうけど、予想しなきゃいけないんだよな。予想するからいけないんだ。何にも考えなければ大丈夫。ダメ、そんなこと言われて余計考えちゃうわ。逆に考えようとした方がいいんじゃないか。ダメ、本当に考えちゃってるわ。店長何してるんですか。びっくりするじゃないですか。いやね、皆さんがピリピリしてるんじゃないかと察すればこそ脅かして緊張を解いてあげようと思いましてね。はあ、どうすることは何もないんですよ。いつも通りにしてればよろしい。変に意識的になる必要は何もないんですから。それはもう、そうしようと努力はしてるんですが。支店長はどうです？見て分かりませんか。平常そのものです。繰り返し言うまでもありませんが、まず何より大切なのは慌てないことです。慌てず騒がず急がずに、かつ迅速に行動することが大切です。決して犯人に逆らってはいけません。素直に犯人の言うことには従うのです。そして常に人命を第一に考えなければなりません。いいですね。それはもう何度も聞きましたし。あの支店長、何ですか。今更言っても仕方ないんですけど、ええ、実際には店内にお客様がいるんじゃないんですか。ああ、まあ、しかしこればかりはね。あら、どうした。今あそこで何かがチラッと動いたよ。え、本当？え、確かに今チラッと。ほらほら、そんなに神経過敏になっちゃいけませんよ。でも今、ねえ、猫かもしれないでしょ。犬かもしれない。いや、象である可能性も。気のせいですよ、気のせい。もっとおおらかに構えなくちゃいけません。自然に、普通に、何気なく、ね。はい。ああ、そんなに怖がらないで、肩の力を抜いて、いつも通りに仕事してなさい。でも、お客様がいないから。空想をすればいいでしょう。想像力を使えば、何だってできます。はい、いらっしゃいませ。はい。ああ、そうですか。あ、それはそれは、はい、それはもう、え、
そんなご冗談は。あ、で、ご用命は。はい、あ、それでしたら、あ、こちらでございます。どうぞ。頼むよ、柳田君。は？はじゃありませんよ、こちらのお客様。いらっしゃいませ。何でございましょうか？あ、定期預金でございますね。あの、それでしたら、あの、こちらの用紙にご住所とお名前をお願いいたします。どうぞ。あ、これどうぞお使いください。まもなく閉店時間ですので、お早めに。えっ、おい、これ何してるんだ。もうここ、どうだ。騒ぐな。だから騒ぐとバランスを、おとなしくしろ。おとなしくすれば命だけは助けてやる。動くんじゃねえ。ような真似はするなよ。よーし、てろ。よーし、手を頭の後ろでくれ。よーし。おい、いいじゃねえよ、バカだよ。ボケっとしてて早く行ったらもう頂戴しようよ。ああ、そうか。動くんじゃねえって言ってるのか。よし、分かってるじゃねえか。よし、じゃあ行こっち来い。ああ、そっちだ、そっちだ。その画面に両手をつけ。動くな。そのせいで動くんじゃねえぞ。動くとズドンと行くからな。おい、なんだ。まだか。うん、あと少しだ。早くしろ、このままじゃ間が持たねえ。うん、よし、いいぜ。よし、そのままそのまませいで動くんじゃねえぞ。おい、なんだ。早くつらかれ。おお。何してる。ああ、いや、あ、じゃあ先行くよ。いちいち言うな。よし、行くからな。そのあとだぞ。よし。支店長、支店長。何？行っちゃいましたよ。ああ、そのようですね。ねえ、何？本当に？本当さ。今の？そうだろ？そんなはずないでしょ。でもそうだったんだから。そんなわけないわよ。なんかすごくあっけないな。まあでもこういうこともあるかもしれない。何かが違うわ。違うって言ったってそうだったんだから。こんなはずないよな、実際は。でもこういう場合もなくはないだろう。じゃあ今のでいいと思うわけ、丸山くんは。そういう意味じゃないよ。そういう可能性もだな。だとしてもだよ、今のはちょっと違うんじゃないのかな。ダメなものはダメってはっきり言わなくちゃいけないわ。別に僕は今のがいいって言ってるわけじゃないよ。言ったじゃない、こういう場合もあるって。そういう意味で言ったんじゃないよ。じゃあどういう意味。あ、まあ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 、初めてのことですから、あ、そりゃある程度のギャップはね、あったとしても、これは仕方のないことですよ。うん、初めてですからね。あの、初めからいろんなものを求めすぎちゃいけません。でもねえ、彼らだって一生懸命やってくれたんですし。これだけですよ。
これだけ。これじゃなんていうか面白くありません。あの面白いとかつまらないとかそういう問題じゃないんですよ。これはでもつまらないより面白い方がいいと思います。まあそれはそうですけどね。どっちにしろ今のじゃ訓練になってませんよね。そうだ、もっと本番の時に役立つようなより良い強盗のされ方を実践しなければいけないと思います。まあね、いいこと言うじゃない、マリオくん。イエス、支店長、これは訓練ですよね。ならあらゆるハプニングを想定してそれに対応できるようにしてこそ訓練じゃないですか。分かってます。私だって今のがいいと思ってるわけじゃないですから、実際にはもっといろんなことが起こるでしょうし。何がいけなかったのかな。あまりにことがスムーズに運びすぎるんだよな。そうそう、ハプニングがないのよね。意表をつくような。ハプニングか、うん、彼らどこから金を奪って逃げたんです？うん、分からないですけど、カウンターの近くだったと思いますけど、うん、ちゃんと金庫があるのにな。そうよ、どうせ持っていくんだったらもっとガーッハッと取っていけばいいのにね。うん、いやー、人殺し、何すんのよ。お願いですから大きな声を出さないでください。話せ、話してくださいよ。話を聞いてもらえればわかるんですよ。いやどこ下がってんのよ。すいません。何するんですか。ここなんです、ここなんです。誰か助けて。違うんです、違うんですったら。もういや、もう話して、もう話して、落ち着いてください。何すんのよ。何もしませんから、ここに入ってください。話を聞いてもらえればわかりますから。わかりました、わかったから。そんなに打てよ。何すんなよ、もう。いや、だって逃げようとするから。逃げませんよ、逃げないから。何してんですか。あ、支店長、どうも。ほら、これが支店長です。銀行の人ですよ。よく、ほらよく見て。お願いしますよ、支店長。お願いしますと言われても。間違えられてんです、我々を。この人たちは銀行の人なんです。この二人はちょっとあれだけど、もう本当に銀行の人なんです。信じてください。誤解なんです。間違えてるんです。え？いや、勘違いなんです。ほら、これが支店長ね。大和な顔立ちでしょ。何を言ってるんだよ。何って説明してるんですよ。落ち着いて、落ち着いて説明しなさい。ああ、ですから私が間違えてんです。いや、間違えられてんです。いや、違う。ああ、そうだ。あ、つまりそういうわけなんです。どういうことなんでしょうか。いや、この人たち本当にあれじゃないんですか。だって妙な格好して出てきたから、てっきり私たち、つまり彼らを本物と。だって間違えたってことらしいですな。なるほど、そういうわけですか。でも本当なんですか。ええ、本当ですよ。わかります、本当だってことは嘘じゃないってことですよ。バカ、そんな言い方したら余計こむらがっちゃうじゃないか。この人たちはですね、そんなに怖がらなくてもこの人たちは本物の強盗じゃないんですよ。ですよね。いや、なんかおかしいとは思ったんですよ。間違いですよね。いや、参った。でも強盗じゃないとしたら、この人たち一体何なの。何なのって、お前そんな哲学的な問いかけ初対面の人にしちゃ失礼じゃないか。あ、いや、我々はですね、警備会社の人間なんです。そういうわけなんです。分かっていただけましたか。なるほど、警備会社ですか。うん、よく分かりました。いや、ちょっと待ってよ。何？警備会社の人がこんな格好で銀行の周りを。なんだよ。そうなの？これ、警備会社が。まあ、そういうわけなんです。なあ。
もうやめろ。なんですって。どうした？いや、これがなんか分かったの。へえ。いや、分からない。何が？だから、これが何か。どれ？だから、これよ。何言ってんだ、お前。これですよね。ええ、そうなんです。ほらね。いやだちょっとちょっと待ってよ。練習よ練習。ええ、そうなんです。防犯訓練なんです、これ。訓練？ええ、万が一強盗に襲われた時の対応策としてあれしてるってわけなんです。それで、で我々は銀行強盗に扮してってなわけで、そういうわけなんです。びなんだなんだ、そうか、そうなんだ、訓練なんだ。いやー、なるほどね。実はそうじゃないかなって思ってたんですよ。嘘ばっかり。いやでもびっくりしたわよね。通りなかったらこの人たちが出てくるんですけど、もう足がすくっちゃったわよ。無理ありませんよ、誰だってびっくりします。拳銃持ってるから、ああと思って。あ、これおもちゃなんですよね。ほら、見た目には分かんなかったから。でね、視線があったからもう大変。そしたらもうこっちへ来るでしょ。もうね、二人のアーチがすくんじゃったのよ。そもそも、なんでそんなものを持って表に出るんですか。それじゃあ怪しまれて当然でしょう。いや、何せ初めての経験なので、ついフラフラとその気になりまして。もうびっくりしたわよ。もう殺されるって思ったんですもの。殺すだなんて、そんなあなた。ははは、じゃありませんよ。誤解が解けてからいいようなものの、むしろ警察沙汰になったらえらいことでしたよ。すみません、ご迷惑かけて申し訳ありません。すみませんでした。いろいろと大変なんですね。どうもすみませんでした。こんなことをやってるんですね。ええ、こんなことをやってます。でもあんまり聞きませんね、この辺で強盗なんて。ああ、いえ、別にそういう意味で言ったんじゃないんです。なんていうか、備えあれば憂いなしっていうことでもありますし。はい、もう終わっちゃったんですか。何がですか。だからこの予行演習、さっき1回目は終わりましたけど。もうやらないんですか。何言ってんだよ。いえ、まだやりますよ。え、さっきはどうもうまくいかなくて。まだやるんですか。やります。むしろこれから始まると言っていい。見ていっても構いません。何言ってんだよ、そんな。構いませんよね、船長。あ、そうですね。わあ、嬉しいわ。嬉しいじゃないよ。何考えてんだ一体。いいじゃないの。どうせ暇なんだし。そりゃそうだけど。第一、面白そうじゃない。ね、あなただって興味あるでしょ。まあ、なくはないけど。こんな経験めったにできないわよ。いいんですか、本当に。構いませんよ、全然。あの、むしろ一緒にやっていただけませんか。そう、それがいい。一緒に。いや、さっきもみんなで話してたんですが、実際には店内に
お客様がいらっしゃる可能性が大きいわけでして。それを僕らがやるんですか。あ、いやなら無理にとは言いませんが。いや面白そうね、やろうよ。ねえやりましょうよ。しかしだよ、いいわ、もうあなたがやらなくても私やるから。何言ってんだよ、俺だってやるよ。本当？ああ、やっていただけるんですか。ええ、そうですか。それはもう本当よかった。これで内容がより充実します。この旅行ってのはなるべく本番に近い形がいいわけですよね。ああ、よっしゃ、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。では皆様お手を拝借よー。よろ